インファマスセカンドさん。実は4作目だったインファマスの続編。おまんじゅう的には1と4だけ遊べばいいと思うのぜ。1はシナリオが暗いしゲームシステムも大味なので世界観を知るために遊ぶ感じです。シナリオは1で X 面よろしく超能力に目覚めた人間と無能力者の多数の間で確執が起きた世界。超能力者は見つけ次第全員施設にぶち込んで性犯罪者並みに監視するという徹底っぷり。そんなディストピアみたいな世界でモラトリアムをガン決まりしているティーンの男が主人公。こいつは実は能力者だったが能力者の能力をコピーするという能力だったために今まで主人公が能力者だとはわからなかったが、ある日偶然ガスの能力者にタッチしてしまったせいでガスの能力をコピーしてしまい能力者バレしてしまう。ここから施設の特殊部隊から逃げつつ能力者を見つけて能力を拡張しつつ、能力者を解放するのか、それとも無能力者の味方をして能力者を管理する側に回るのか、のシナリオをするという感じのゲーム。ゲームのシナリオとかはほとんどフレーバー要素みたいなもので、ワルのパンク風のビッチがぶっ飛んでてベネだし興奮しておせっせをせがむシーンがベネ。何がすごいって PS4 のゲームで多分最も綺麗なグラフィックと演出。ここからややネタバレだが、主人公が拡張する能力がネオンだったりアニメだったりといった画面映えする能力が多く、とりわけネオンの能力のエフェクトが綺麗すぎであんこが震える。いいねこれ。チャンネル登録。